皆様今日も見ていただいてありがとうございます。今日はワクチン接種のその日についてちょっと話したいと思います。初めて6種混合のワクチンを打った日、小春くんはまだ2ヶ月齢で 0.9 キロだったんですけど、朝病院へ行って注射をして、お昼ご飯を食べて30分ほど後に震えが止まらなくなってしまって、水飲み場にフラフラ行って、そこで後ろ足に力が入らずベタンと座ってしまって、そのまましばらく動けなくなってしまいました。それでもなんとか立ち上がってトイレに行こうとしたんですけど、たどり着けずにそこで失禁してしまって、でなんとか水飲み場で少し水を飲んだかなっていうくらいのフラフラな感じで、その後私の元へ来てぐったりしてました。震えていたのでずっと布団をかけて私の膝の上で抱っこをして温めていたんですが、そうしたら徐々に震えも止まって、クークー寝るようになって、目もちゃんと合うようになってきたんですね。でその時慌てて病院に電話をしたんですけれども、どこも休み時間中で、午後の営業を開始したらすぐ連れて行こうと思っていたんですが、その頃には震えも止まっていました。で後で症状を先生に話したところ、低血糖の症状じゃないかと、言われました。でその症状が起こったのが本当にお昼ご飯をちゃんと食べてくれた30分ぐらい後だったので、まっすぐ回復したんではないかということで、その時はもう本当に小春くんが死んじゃうんじゃないかなと思って、私もすごいパニックになりそうでした。でそんな小春くんですが、今4ヶ月齢で1.52kg になりまして、狂犬病ワクチンを打ってきました。ちょっと不安だったんですが、朝注射打ってもらって、やっぱり注射打った後はずっとぐったりして寝ています。でその日は朝も晩も散歩には連れて行きません。で注射を打って3時間後に黄色い泡を少し吐きました。胃液と胆汁の混ざったものとのことです。本人は吐いた後ベッドに戻ってまた寝てたので、今回は震えがなかったので様子を見ていたんですが、吐いたのはその1回だけ で念のため先生に電話をして指示を仰いだんですが、震えもなくてむくみもなくて出血もしてなくて、ご飯の吐き戻しがなくて、目が合えば安静にしてしばらく様子を見てくださいと言ってくれました。でそのままハウスに入れて安静にさせて、もう逐一こう呼吸してるかなとか見ていたんですけど、だいぶ夜には回復してきたようです。で翌日の朝はすっかり元気になってくれていて、朝の散歩も大喜びで走り回れるようになっていました。